横棒を外してしまったままなのです。女の子が私の指さした方に向かったと思ったら、いきなり壁をよじ登ったのです。壁の中に消えた姿が頭に残って、忘れようとしてもなかなか忘れられない思い出です。だけがあの首のない子を見てしまったのです。もうその時は怖いとか恐ろしいとかではない不思議な気持ちでした。そしてなぜか無意識に僕はあの慰霊碑の方に目を向けていました。それはまさしくあの少年でした。お母さんに見守られながら、彼は僕たちと混じって大好きなサッカーをやったのだと、そう思うのです。誰？どうしたの坊や、泣かないで。ほら泣かないで。ほら泣きやめなさい。泣くんじゃないの。ダメよ、叩いたりしないで。かわいそうよ、やめて。気がついた？どうしちゃったの一体？保健室。そうよ。まだ寝てていいのよ。こんなもの、どうして持ってきてるの？学校に。あれ？首のとこ、赤くなってるじゃないの。誰かと喧嘩でもしたの？見せてごらんなさい。あれ？何年生なの？担任の先生は誰？ねえ、開けてって言ったの聞こえなかったの？ちょっと、聞こえてんでしょ？こっち向いて何とか言ったらどうなのよ。Ha ha ha!
大丈夫だ。しっかりしろ、中根。お兄ちゃんは幸いにも水を飲んだだけで助かりましたが、このプールではいろいろな事故が相次いでいるとのことです。最近では9年前に排水溝に引き込まれて亡くなった少年がいたということです。きっとその少年が友達に会いたくて未だにさまよっているのだと思います。